ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥングは、スイスのチューリッヒに本拠を置く主要ドイツ、古日刊新聞の一つである。1780年1月12日にチュルヒャー・ツァイトゥングの名で、ザロモン・ゲスナによって創刊され、1821年に、現在の氏名に変更された。長い歴史を持つ、有数の老舗である。国際関連ニュースと株式市場動向の詳細な解説で知られ、 踏み込んだ内容の知的な記事を特徴としている。政治的にはスイス自由民主党に近い。同種の発行数は33万と少ないながらも、スイスを代表する高品位で影響力のある新聞として知られている。読者像の平均年齢が50歳を超え、発行数が緩やかな減少傾向にある。1946年にブラックレター書体の使用をやめた以外には、 1930年代から大きな変更を紙面に加えていない。カラー写真を掲載し始めたのも主力紙としては珍しくここ23年のことである。紙面は国際ニュース、ビジネス、金融、文化に力を入れており、特集記事やライフスタイル関連は抑え気味としている。2002年に1000人編集スタッフによる NZZ 日曜版を創刊し、 他市の週末版と同様、平日版よりもエンターテインメントやライフスタイルを充実させた構成としている。2005年には創刊してから225年分の全紙面がスキャンされ、マイクロフィルムに収められた。ブラックレターを含んだ総ページ数200万、データ容量70テラバイトの OCR に用した費用は60万ユーロに上った。スキャンされたデジタルアーカイブは、 全文検索が可能となったが、現地でのみ、利用可能となっている。デジタル化は、スイスのザンクト・アウグスティンにある、フラウンホーファー協会のイアス、知的解析、情報システム研究所によって行われた。ありがとうございます。